すげえ炎上がった。燃えるね。すごい水だけで本当に反応した。本当に水だけで。怖っ。煙が超怖い。こんにちは、VCP のミクタンです。ダーバスです。マチュです。マちゃんです。今日はちょっと皆さん立ってますから、本当にいつも座ってるけども今日は立ってる、携帯モード、はい、ということで今日は、はい、注意を要する実験、まあ、危険とも、ね、書いてあるので、うん、危険って聞くと面白そう、面白そう、ね、感じちゃうんだけども、やっぱり安易にガチでやつ、そうやってはいけないんだけども、はい、まあね、実際にどんな感じになるかですね、十分な設備環境を用意して、はい、実際にどういうことが起こるのかってことを最小限の量でこれからやってくれるわけだよね。はい、はい、じゃあ簡単にあの主役の説明を説明してもらっていい？じゃあ、はい、まずこちらに用意してあるのが、塩化アンモニウムですね、はい、でもう一つが、硝酸アンモニウム、うん、アンモニウム系ね、アンモニウム系が2つ、うん、であとは亜鉛ですね、亜鉛粉末を、はい、うん、でもうすでにここにそのアンモニウム化合物は混ぜてあって、はっきりとしたその分量とかはちょっとここはね言わないで、だいたい 5g ぐらい作ってくれたんだよね。まあだいたい混ぜるとき一応ここにた予防あったんだけ ど、これゴリゴリやるとちょっと危ないよね。あ、もうこの時点で反応するかもしれないから、乳房でゴリゴリ混ぜると危険なので、はい、こう焼きさじで軽く混ぜ合わせるけど、はい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 、で、こちらに盛り合わせて持っていきます、持っていきます、はい、金属製の器だよね。で、もう一つその金属の粉で、粉末を、これどうするんですか、うん、ここに振りかけていきます。これは、あれだよね、混ぜちゃダメだから、ってことじゃない。というふうにちょっとでも水気が残ってるとこういうことが起こってしまうと。うん、あ、相当だね。本当にやべえな。今のはあの仕組んだわけじゃなくて、意図的だったら危ないね。立ち悪すぎる。危ないね。本当にちょっとなんだ。ほんのちょっとで起こっちゃうんだね。さっきティッシュで拭いといたんですけどね。それでもやっぱ残っちゃう。うん、今振りかけたけど、はいはい、振りかけましたよ。上に振りかける程度ね、はい、もし混ぜたら危ないから、うん、今こうやって振りかける程度でやめてみましょう。あくまで振りかけるだけだ、うん、上に、そういうことです。なるほど、ね、はい、じゃあね、次の操作なんですけど、うん、ライターとかで火をつけるとかそういうのではなく、うん、まあ、水を数滴、ね、加えるだけで反応が進んでしまうという、うん、ことなので、うん、なので、まあ、今から水を数滴垂らそうと思うので、ちょっと皆さん離れて、はい、置いてた方がいいんですね。そうですね、はい、ちょっと離れましょう。離れます。はい、水は火とかつけそうだ。じゃあいきますよ、いきますよ。うおお、すげえ炎上がった。燃えるね。すごい水だけで本当に反応した。水だけで怖、煙が超立ち上ってますし、換気換気、はいはい。数滴ででも、うん、こんな爆発的な反応が起こるっていうのは怖いですね。水、うん、数滴垂らすのが、水でね、うん、なんなら混ぜ合わせるだけでちょっと反応しただけ、水が出ちゃうからね、ここで相当危ないってことですね、うん、本当にちょっと怖かった。愛にやろうとしちゃいけない実験ですね、うん、まさに、うん、はい、はい、うん、炎が出たのと煙、煙もすごい、はい、出ます、すごい出てます、うん、なんかこれ水がびちゃびちゃ、びちゃびちゃっす、反応で水が、まあ、ね、まあ、液体が見えるよね、はい、1、2滴しか垂らしないんですけど、いっぱいこう出てる、反応が進んで、当然炎出てるからある一定の温度も
にもなってるよね。どっちか分かんないけど、これ開放空間だけど、もし密閉とかしたら固めたいのがするとより危なかったりするし、当然量増えれば危ないっていうことは分かるよね。はい、はい、それじゃあ解説お願いしていいですか。お願い。じゃあ今、ね、やってもらったけども、はい、何が起こってたのかっていうとね、こちらに、はい、用意したパネルに書いてあるんですけども、3つ、はい、そう、3つね反応が起こるんだけども、最初に塩化アンモニウム、塩化アンモニウムの電離、プラスとマイナス分かれるんだけど、うん、そうそう、水を加えるとここが反応始まるんだけども、普通そうそう、で硝酸アンモニウム使ってるの、うんうんうん、それがこの出た Cl マイナスを触媒にしてすることで水が出ます。さっきも水出てましたね。酸化窒素も出ます。酸化二窒素ね。酸化二窒素も出ますね。でここで出た水がさらにこっちに、あ、もう繰り返し起こってる。これが1と2がガーッとガーッと起こります。で、あと亜鉛、うん、亜鉛粉末を入れてあるんだよね。亜鉛粉末も入れてありました。でここで出た酸化二窒素と反応、またすることで酸化亜鉛と窒素 N2 が、あ、気体が2つ起こるわけです、ね、でこの2と3の反応は発熱反応、うん、あ、そうか、書いてあるんです。で炎が見えたのもこの熱い激しい反応が起こったっていうことが、だからこれを皮切りにもバーッとこれが起こってくっていう、っていうような反応でした。お、発熱が、そうですね。もう一回さ、そのこの反応のやっぱりスタート、何がきっかけで起こるんだっけ。水、H2 って、ね、まさか本当にわずかな量でも、うん、この反応が2滴ぐらいね、うん、あのポツポツってても、まあ、3つの反応がわーっとこう、うん、連鎖的に起こっちゃうっていうところにこの実験の危険さがあるわけだよね。怖いよ、ね、怖い、ね、ちょっとでいいんだもんね、水とか湿気とかでも起こっちゃう、確かに怖い、ね、だからわーっとこう炎が出るしさ、ついついこうやってみたくなっちゃうよね、うん、魅力的に見えるんだけど、うん、だけどやっぱり取り扱いがもう、はいはい、厳重に最初に言ったけどね、環境とか設備とか監督者とか、うん、ちゃんとね条件が揃った上で行うことが必須の実験で、うん、はい、ですね、まあ、安易に行っちゃいけないよね、こういうことは、ね、面白半分とかで絶対にしちゃいけない、うん、危険ですからね。普通の学校とか小中高ではあのこういったものはね、使い自体がもう、うん、あの、まあ、禁止っていう、うん、こう、そういう指導をされてるところは多いと思うんだけど、ね、うん、はい、材料自体は身近なもの、あ、すごいもう身近なもの、特にその一味とか、うん、あの肥料、ね、使ったもの全部結構身近に手に入りやすいけど、うん、だからこそはやっちゃいけませんっていう、行いやすい、うん、でこの実験のシリーズは何だっけ。注意を要する実験、やってはいけない実験いシリーズシリーズですね。いや、これ第1号ってこと、ね、第1号、真似しないでください。じゃあ続編があるわけですか。シリーズがじゃあみんな身を挺してこれから、はいね、このシリーズやっていくということですね。はい、教育のために、うん、教育のために安全教育のために、安全教育、ちゃんと安全対策してからね。安全対策ね、もちろん、うん、条件揃ってくから、はい、ここでは、はい、じゃあまとまりました。はい、じゃあというわけで、というわけで、はい、じゃあまた次回のやってはいけない実験シリーズお楽しみに。さよなら、はい、さよなら、お楽しみに。